はい、おはようございます。今日はね、一風堂を分解してみようかと思いますね。よろしくお願いします。はい、映ってるでしょうかね。まずね、蓋を開けると4つの袋が入ってまして、事前に入れるのがこちらと、こちらですね。この2つを最初にこちらの方に入れておきます。で、こちらとこちらは重りのように上に乗せて、お湯を注いだ後にそのお湯の温かみでね、溶けるようになってます。で、食べる直前にこれを混ぜるってことになります。麺はほら、ちょっと以前のものと違いますよね。これね、本当にね、お店の味と同じのがね、出てて美味しいんですよね。すごくいいと思います。それではこちらの方を入れていきましょう。はい、私の場合はハサミでね、きちっと切り口を入れてこうやって注ぐようにしております。火薬がまず入りまして、次にこのね、大きな焼き豚が入りますね。美味しそうですね。はい、で、あとはお湯を注いだ後はね、これを上に乗せるだけということになっています。はい、ではお湯の方を注ぎます。いつものようにこの緑の鍋でジャーッとね、内側の線まで注ぎますね。はい、で、この後こちらで蓋をすると、ちょうど重しになって、しかもこのスープが溶けていって、直前の美味しさを醸し出してくれるってことになります。じゃあ5分待ちます。はい、5分経ったと思いますんで、このスープをね、切り取ってこっちの内側に流していきましょう。このスープはね、コツとしてはこの端っこをね、プツンと切るんですよ。で、細い注ぎ口からこうやって絞り出すと、そうするとね、全部出ていくと思います。これ口をね、開けすぎると中に残っちゃうんですよね、これがね。だからまあ用心した方がいいかなと思います。で、これを取って、で、次はこの辛味噌と黒香油ですかね。こちらの方は上の方を切ればいいですよね。で、これ同時にジャーッと、ほら、もう柔らかくてすぐに流れ出るでしょ。で、これで一風堂ができたということです。中入ってないかな、まだ。もう入ってないですね。はい、こんな形になりますね。あとはしっかりとこうね、ほぐしながら混ぜて、味をまんべんなく。ほら、すごいいい香りがしてきて、黒いごまが広がるでしょう。これがだから一風堂の味ですよね。ちょっとほのかに赤くって。わあ、もうね、たまらないですね。美味しそう。すごい美味しそうだ。はい、これでいいんじゃ。いただきますよ、一風堂。それでは実食でございます。わあ、この方麺がね、もう何度食べてもって感じですけどもね。いただきます。うん、もう通じ合います。しっかり良くなって、強く噛める。美味しい。うん、もう最高。うん、ということで、一風堂ね、あとはじっくり一人でいただきますんで、皆さん、これからもいろんな美味しいラーメン紹介しようと思います。よろしくお願いします。なんかね、一蘭が早く食べたいな。一蘭まだないんですよね。通販だと1個1000円ぐらいするし、まあ元が500円ぐらいですからね。美味しい。うん。